アメリカ合衆国の俳優、プロデューサー、音楽家。スタートレック、ボイジャーの保安主任、トゥボック少佐を演じメジャーとなった。空軍士官の父ウォルトとその妻ジョセフィンとの間に生まれた。マイケルとアンジェラの兄弟がいる。幼少時は父の配属先の関係からトルコ、フィリピン、エルメンドルフ、オマハ、台湾等を転々とした。トルコのイズミールで高校を卒業し、 ニューヨークのローマフリーアカデミーで学位を収めた後、オースティンのセントエドワーズ大学に進み、スタジオ芸術を学び、さらに奨学金を受けて、イリノイ州立大学で、さらに演劇についての研鑽を積んだ。すでにセントエドワーズ大学に在学中、プロとしての出演を果たしているが、本格的に俳優業として自立したのは1985年以降、 ドワイライトゾーン等のテレビドラマシリーズや映画へ出演していたが、その知名度を上げたのは、スタートレック、ボイジャーにおけるレギュラー出演に他ならない。また、1998年には、エルサルバドルの亡命時を実話に基づいて描いた作品、希望通りの東としてプロデュースし、自らも出演している。最近では、T.E.B. コメディシリーズ。 サマンサフーでドアマンのフランク役として準レギュラー出演した。ラスは前日のスタートレック・ボイジャーにおいて保安主任小佐トゥボックを演じレギュラー出演を果たす。以前にもスタートレックシリーズにおいて別の人物として出演したことがある。またスタートレック・ボイジャーの第91話700年後の目撃者リビング・ウィトネスでは監督を務めファン映画 スタートレック、オブゴッツンメンでも監督、出演を務めている。実際にスタートレックに出演する以前に、新スタートレックの登場人物、ジョーディラ・ホージー役のオーディションを受けたこともあったが、当時は若すぎるという理由から採用を見送られた。その経緯に関しては、スタートレック、ボイジャーの特典映像に収録されている。ラスは、 下記のチャリティ活動に賛同しその活動を11万 US ドル額面で支援している。音楽の分野でも自らバンドを率いてのコンサートライブ活動を行うなど活動の幅を広げている。ティムラスバイオグラフィーありがとうございます。